はい、今日もですね、行政書士試験対策始めていきます。今日もですね、取り上げるのは、憲法ですね。憲法からの論点で、こちらですね、憲法改正について、その憲法改正の流れですね、押さえておくべき点含めてお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このチャンネルは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて勉強方法などお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。この憲法ではですね、条文の知識、ここがですね、対策の必須ポイントと、なってきますが、まずはですね、今回ですね、この憲法改正、憲法でいうと96条ですね、この内容についてご説明をしていきます。皆さんご存知の通り、この憲法というのは、国の最高法規なんですね。ですので、これを改正するという場合は、いろんな手続きを取る必要があります。で、まずですね、こちらの方に記載していますが、憲法改正の、大まかなの流れとして記載しております。まず一つ目ですね、まず最初のステップとしては、まずこちらですね、まず国会による発議がないといけないということになります。で、具体的にはこれは各議員ですね、衆議院参議院、各議員の総議員の3分の2以上の賛成、これがですね、まず必要になります。注意ポイントはですね、これはこの国会の出席議員ではなくて、あくまで総議員ですね、総議員の3分の2以上の賛成、それが衆議院、参議院、各議員において必要ということになります。で、これをもって国会が発議して、国民にですね、その承認を得ないといけないということになります。では、その国民の承認ですね、どのように取るのかっていうところが、まず2つ目の、プロセスとなりますが、国民投票ですね、国民投票を行うということになります。で、この国民投票ですね、具体的には、特別の国民投票、または、国会の定める選挙の際にですね、行われる投票、これらにおいて今度は過半数ですね、その過半数の賛成を取らないといけないということになります。ですので、こちらの国会の各議員については総議員の3分の2以上の賛成、そして国民投票においては過半数の賛成、これがですね、まず必要になります。そして3つ目ですね、最後、それをもって天皇がですね、国民の名前で交付すると、これがですね、憲法改正の流れということになります。ですので、この3つのポイントですね、まず各議員の総議員の3分の2以上の賛成、そして国民投票はその過半数の賛成、そしてその承認を得て天皇による国民の名で交付ということになります。以上ですね、今回この憲法改正、96条ですね、96条の方にも、憲法の96条についてご説明をさせていただきました。ぜひですね、この、大きな流れを頭に入れた上で、この96条の条文もですね、ぜひチェックしていただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験に必要な勉強方法などお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。